自分次第でどこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑う。この笑顔で世界を変えてゆくんだ。走れ笑え。はい、どうも。世界100億人の数少ないカラコファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。11月、あ、テンション高いってないですか。高いよ。おかしなことありすぎて高くなっちゃった。ダブレイ。なんでもないですね。なんでもないです。はい、はい、11月26日の朝です。朝です。はい、今日はこれからですね、栃木県、全然まあ観光的なところ行けてなかったので、うん、まあ、最後の最後に大谷資料館っていうね、うん、結構面白そうなところがあるんでね、うん、行きましょう。行きましょう。はい、でその後、うん、神奈川行きます。はい、神奈川編スタート。スタートです。はい、可能できればいいな。神奈川でね、昨日なんかいろいろ情報を仕入れたりネットで調べたら厳しそうだったんですよね、うん、神奈川なんかね。うん、まあ僕が明日から、ホールチェックしっかりしていきますので、うん、それの状況を見て決めたいと思います。はい、はい、僕は動画編集します。はい、多分もう1週間ぐらいはね、パチンコ少なくてもできないと思いますので、うん、今のうちにできることをやっていきましょう。そうしましょう。はい、ほい、はい、で、行ってみます。はい、どうも。はい、どうも、こんにちは。はい、今僕たちどこに来てるか分かりますか。どこだろうね。うん、ちょっとこちら映してください。はい、はい、あ、見えましたかね、ここの石も映してもらっていいですか。石ここ、はい、どれ、あ、ここに書いてある、こいつね、こいつ、はい、ちょっとカメラ、ごめんね、俺が今棒持ってるからずっと俺が出てくる。俺入れて難しいよ、難しいよ、難しいよ、はい、まあまあまあ、これ見ていただけば分かるんですけどね。はい、ここですね、ここ、はい、建物の名前ね、はい、これそうです、大谷資料館。違うわ、大谷資料館だ。ロサンゼルスエンジェルスのね、大谷翔平を、はい、いろいろね、記念して作られた資料館みたいです。誰が二刀流なんだよ。やっぱね、あんだけすごい成績残すとね、うん、もうこんだけすごい資料館できるんですよ。そうね、すごいよね。はい、これね、うん、うん、これ周りもね、ぜひ見せたいとこなんだけどさ、うん、もうなんか別世界だね、ここね。うん、うん、はい、ということでね、僕ね、すごい大谷選手すごい好きなんでね。まだやんのそれ。まだやんの、ね、もうよくない。普通に紹介しようよ。何なんですか、大谷資料館って。俺で聞くの。ここで。いや、まあ僕もよく分かってないですけど。よく分かんないです。はい、はい、なんか遺跡発掘現場、うん、なんかの、うん、だったよね。うん、でなんか坑道が中にあって、はいはい、わ、おしゃれだねっつって、うん、撮影とかでもよく使われるようなそんな話も聞いたんでね、うん、うん、まあよっぽどいいところなんじゃねえかなと、うん、いうことだったんで来たよと。大谷翔平じゃないんですね。違うんだよね、うん、全然違う。今初耳だもん、うん、まあ、カラコの口からそう言われたの初めて聞いたもん今、うん、じゃあ帰りましょう。帰るのかい。帰んねえよ。行きましょうか。じゃあ行きましょう。はい、行きます。どうもー、こんばんは。はい、今僕はどこにいるかわかりますか。めちゃくちゃ生活感ある感じなんですけど、神奈川県の横浜市港北区はね、僕の実家があるところなので、そこに帰ってきております。はい、いやー、今日めちゃくちゃね、寒かった。バイクめちゃくちゃ寒い中走ってきて今います。で、まあ帰り途中にね、いろんなパチンコホール、今日は11店舗かな、回ったんですけど、いや、打てるレベルの台が全くないですね。うん。まあ、まだ11店舗しかなくて、行ってなくて、神奈川県広いんでね、はい。まあ、もっとね、見ていけばあるのかもしれないんですけど、正直かなり厳しいかな、というふうに思いました。うん。やっぱり神奈川県はね、10日交換 OK で、昔は結構 2.5 円の交換で、一日分回せば勝てるみたいな調整だったんですけど、今10日交換が主流になって、まあ、つまりイコールね、釘渋いんでね、うん、厳しいかなと、いうのが今日の印象ですね。はい、まあ、諦めずに、まあ、神奈川県はね、ちょっと広いんで、広い範囲、時間も取って、見ていきたいなと、思ってます。はい。
ですね。あ、で、今はまあ僕は実家に泊まってまして、5日間くらい泊まる予定ですね。はい。で、西村さんは、東京の家に、いて、2日間くらいかな。あ、家じゃないか。で、東京の宿泊場所に2日間くらいに泊まって、その後神奈川県瀬谷区にね、実家があるみたいなのでね、そこに泊まるみたいです。はい。で、僕はホールチェックを頑張って、西村さんは、まあ、編集を中心に、頑張ってるという感じです。はい。まあね、結構ね、今まで僕の手帳がですね、旅出て真っ白だったんですけど、ちょっと神奈川、東京で会いたい人も結構いるので、人に会ったりとか、していきたいなと思ってます。はい。まあ今成長できるチャンスかなと。うん。俺状況が厳しかったらね。うん。言ってなかったら。って考えてますね。はい。そんな感じですかね、今日の総括は。はい。明日、天気がちょっと雨っぽいので気になりますけど、明日も頑張っていきたいと思ってます。はい、そんな感じで今日は失礼します。バイバイ。チャンネル登録してね。Damn it.